今回は、フリッツ王に小種をもらったユミルが、実は喜んでいたんじゃないかと考える、みんなの反応を集めてみました。チャンネル登録高評価、コメントよろしくお願いします。それではどうぞ。フリッツ王褒美だがの小種をくれてやる。キュン。異民族の奴隷出身の私が特殊能力を得て王様とラブラブに。そういう言い方すると実際の歴史でもたまに見られるやつだこれ。実際の巨人は教科書に載せられないからな。一度追放した奴隷が巨人になって帰ってきたのにこの態度取れるのすごくない？そもそも追放した理由も奴隷の多数決であって王様がユミルを指定したわけでもないからな。恨まれるべきは身内。あん、面白い殿方。でも彼の真の愛は得られなかった気がする。ここで2000年待ちます。2000年かけてツンしかない男もいると学んだね。ユミル刺された時の表情がマジでショック受けてるんだよな王様。奴隷なんだから起きろって。あれ本物の愛情も入ってて娘たちに食わせたのもショックで気が触れたからなのもありそう。巨人の力を失いたくないからだと思った。それも当たり前にあるんだろうけどどうかなと思って。巨人の力が残れば愛する女もこの世に残っているのと同じだって発想かもしれない。ここに来て真相が多角的になりすぎる。ロックスターかと思ったら愛に生きる戦士だった。回想冒頭で結婚に憧れてたっぽいから奴隷として許されない関係になれたのは本当に嬉しかったんだろう。多分数増やさないようにそういうの禁止されてる類だったんだろうし。めっちゃ子作りしてるし。多少の情はあったと思いたい。公衆の面前では奴隷扱い、しかし夜はラブラブエッチ、多分そういうんじゃないな。この全てに絶望してそうな空気でまた濡らしてたとか思わないじゃん。オラオラ系彼氏ってレベルじゃねえぞ。エレンみたいに実は大もべたぼれだったかもしれない。欲しがりマゾ奴隷。正直巨人に変身できる世界唯一の女に決まるコボツスか。すげえ男だよジークの祖先とは思えない。王としてふさわしい、素敵。そういや王家の起源の話やらなかったな。初代王とユミルちゃんの子孫が王家ならそれ以外のユミルの民って子孫じゃないのかなんて言われてたが。ダンスぐらいの性欲。ノーパンノーブラの若いマゾ奴隷に中出し決めやがって。ハードマゾ相手に下手に優しいことして失望されたくないし。王がいきなり優しくなって私はがっかりしたとか言い出したら怖いから態度は変えられないよね。それこそご機嫌損ねたら国ごと焦土にされかねんしな。もしかして野王の俺の生涯の肉弁器云々と同じ方向性のプロポーズだったのか。作者はエマルゲのやりすぎ。マブラブ要素がここに来たとはね。逆に嫌いすぎて顔も見たくないレベルなのにおうちマルポで分からされて2000年もいやいや言うこと聞いてたってパターンでもいいよね。そもそもこの時点だと人間社会から排斥されて当然の怪物なんだよなユミル。それを俺の子供を産め側にいろって断れや惚れるわ。2000年前はオラオラ系超肉食系男子が扱った。巨人化する奴隷と子供作って妻にする強端すぎる王。正直自分の意志で巨人になれる奴がいたら怖くて抱くどころの話じゃないよ。最終回のマーレの人みたいになってもおかしくないのに不死動ともにするとか王の胆力ヤバすぎる。冷静に考えると営みに関わらせてもらえるってすごい。成り上がらせてもらってるんだもんな。我は王だぞ。何が怪物。お前はただの使える女よ。ふーん、面白い男じゃん。さすがにやり刺さってるのに1キロで失望したにせよ、その後娘通じて自分の産んだ子供たちを選んで繁栄していったってのは母親として熱いものがあるかもしれない。側室とかじゃなく正室だよね。側室だったと思うよ。王がフリッツ姓からレイス姓になった時に権力の座が散奪されてる。そうしてみると割とファンタジーに出てくる強端で覇気のある王に見えてきた。後ろから抱きしめるより髪の毛引っ張って尻を叩く方が喜びそうな人。それまで普通に再生してたんだろうし、何死んでるんだ起きろ奴隷するのもしょうがないかもしれない。マジでなんであんなにあっさり死んだんだっけユミル。面白い男と面白い女が出会った。父上ひどすぎる、母がかわいそうと思ってたらめっちゃ愛情あったんだってのが伝わった娘たちの心境よ。戦力としても重要な巨人を戦闘時期に妊娠させる判断は豪のものすぎるよ。エマルゲなら最高の告白。身勝手、しかし欲されていたし愛されていたという恍惚。パーフェクトコミュニケーション。チュン。本当にご褒美だった。よく考えたらどう見ても化け物なのにチマルポボプスのフリッツ王くらいだったんだろうな。奴隷として虐げられてしかも化け物になっちゃった自分をまだ人として見てくれるってのは救いだったのだろうか。何でかばったのかはちょくちょく議論になってたけど愛してたから説出せる人は全く見なかったな。愛してたから説はそれなりにあったよ。
それはそれとしてあの瞬間に熱が冷めたからそのまま死んだんだろうなって解釈だけど、DV 男とそれに依存する女って考えるとぴったりハマるんだよな。世界規模の話なのにそれはないんだろうって常識がその考えを除外させてたんだろう。実際頭おかしいかホンマモンの英雄じゃなきゃこんなのに血丸ぽ突っ込めないわ。巨人になる子供が欲しいだけなら事情を伏せてよそから男連れてくればいいだけだしな。結局間に生まれた子供から後継者出すようにしてるし徹底して道具じゃなく妻とその子供って扱いだよな。オラオラ俺様系王様に強引に行かれたいみたいな。そういうプレイだった。ここだけ切り取るから読者が誤解した。描写されてないだけでこの二人の間にも色々あったんかな。エレンとミカサの関係とか構成に語られることないし、本当は愛が欲しかったんだろうなって予想はあったがまさか王からの愛を求めてたとは思わなかったよ。奴隷としての生き方が染みついてたから王に子種もらえるとか最高の栄誉だろうしな。ひどい扱いばっかり受けたけど本当は愛されたかったってだけでひどいのが好きというわけではないと思う。なんかこの王が内心エレンみたいなことになってた可能性を否定できないんだよ。3人も子ができるまで何回も種付けしてるしもう好きだろ。昔は医療が未発達だから権力者の子供でも簡単に死ぬからってのもあるけど奴隷とはいえ娘に人を産ませて公式の場で側に立たせるのはかなり扱いいいよね。そういえばフリッツ王家が奴隷であるユミルの血を引いてるってのをちゃんと考えてなかったな。しかも王の外見年齢からするにユミルちゃんとはロリックスだもんな。ここで子種くれるってことは奴隷の私のことでも愛してくれるの？私も家庭を持っていいの？はい、ユミルはフリッツ王のお嫁さんになりますってなったのかな。お嫁さんとか幸せな結婚に憧れてる感じの病室はあるから自分もそうなれるかもって思ったけど最後は奴隷が勝手に死ぬな起きて働けだからね。なんなら生前は自分の感情を理解できなくて死後エレンとミカサを見てようやく自分の感情が愛だったって分かった可能性もある。それはそれとして自分の環境を心底クソで地獄だとも思っていたんじゃないかな。もしかして王って分かりにくかったけど愛してこれていたとなった可能性もないわけじゃなさそうだな。あの場でフリッツ王がユミルに駆け寄らなかったのがね。あのくらいなら力が残ってたら再生できるからね。土かもってなってるところで起きて働けされたから愛想と共に生きる気力が尽きて死んだんだと思う。マジ愛してる王から奴隷のように扱われる種付け交尾、さぞや気持ちよかっただろうな。巨人なんておぞましいわ道具にしようじゃなくて血混ぜて王族を巨人にしたのはなかなかイカれてるぜ。俺ユミルがわからないよ。無表情なのは辛かったからではなく西洋人は上位者に対して厳粛にするのが正義だと思う傾向にありユミルは敬愛する王に誠意ある対応をしていただけだった。